1994年3月10日、日本の女性たちを魅了するファッションブランドが誕生した。サマンサ・タバサである。若きアントレプレナー、寺田和正は独自のブランド戦略を展開し、日本、そして世界市場へと進出を図っている。起業して数年後に会社存亡の危機に見舞われるも、寺田の周到な海外戦略が功を奏し、サマンサ・タバサはよみがえった。日本初のファッションブランド、サマンサ・タバサのブランド戦略は果たして世界を席巻することができるだろうか。その戦略に迫る。リーダー&イノベーション、賢者の選択。リーダー&イノベーション、賢者の選択。ナビゲーターの蟹瀬誠一です。白石美希です。まあ、日本は戦後ね、本当に世界に誇れるような素晴らしい製品を生み出してきました。まあ、工業製品、家電製品、それから自動車なんかもありますよね。しかし、まあ、近年になりましてアジアのこの新興国、このやっぱり力が大変強くなってきてですね、日本は厳しいところに追い込まれております。まあ、そんな中で世界に通用する日本ブランド、これを生み出そうと、こういう企業もあるんですね。例えば今日ご紹介しますサマンサ・タバサ、はい。まあ、若い女性は白石さんを含め、はい、もうご存知でしょ。はい。そのサマンサ・タバサの世界戦略、そちらの方に迫ってまいりたいと思います。はい。それでは早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社サマンサ・タバサジャパンリミテッド代表取締役社長の寺田和正さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもお忙しいところ、ご無沙汰です。ありがとうございます。ご無沙汰。ぜひもう寺田さんのね、はい、世界戦略を伺っていきたいと思います。そうですね、はい、あの会社設立以来ずっと持ち続けている思いがあるとお聞きしたんですけども、はい、そちらは、はいはい、あの我々は日本のブランドなんですけれども、はい、日本ブランドなんですが、あえて世界を目指すということで、世界を制覇しようという、はい、だそれは本当に大事なんですよね。そうですよね、うん。じゃあそのお話をじっくりお聞きしたいと思います。どういう戦略なのかね、はい、楽しみですね。はい、あのまずはですね、はい、寺田社長、はい、最初の変革、はい、そのキーワードは何でしょうか。アジア進出。アジア進出、はい、どういう形で進出されるのか、はい、じっくり伺いたいと思います。はい、どうぞ。お願いします。はい、株式会社サマンサ・タバサ・ジャパン・リミテッド代表取締役社長寺田和正は1965年に広島で誕生した。駒澤大学在学中にカナダに留学、現地で日本向けの革ジャン輸入販売で起業。大学卒業後商社勤務を経て1991年独立して海外ブランドの輸入卸で起業、時に弱冠25歳。そして1994年に製造小売業に転身し、サマンサ・タバサを設立、現在に至る。さて寺田さんね、はい、あの海外ブランドの輸入の卸から、はい、こう製造小売っていうふうにこう転換されてますよね、はいはい、この辺はどういう背景があったんですか。25歳で僕はあの起業したんですけども、当時はあのいわゆるブランドビジネスっていうことで、あの日本でブランドを作るのはなかなか難しかったので、海外のブランドを日本に入れて、でそこからこうブランドを日本で定着させていくっていうようなことをやってたんですけど、なかなかやっぱりあの人のものなので、一生懸命成長してもですね、どこかでやっぱりこう卒業していったりとか、やっぱり自分のものだっていう感じで捉えられないわけですよね。そうです。あの当初はやっぱり自分の子供のように、あの、うん、捉えてやってるんですけども、うん、ある日突然、まあ、あ自分のものでないなっていうことがこう気づく、そのことが、まあ、何度かあったもんですから、うん、で、まあ、そこをちょうど気づきながら、うん、で、自分のブランドを作ろうということで、はい、サマンサバサを作りながらやってたんですけども、まあ、あのちょうど消費税が 3% から 5% に上がるときに、はい、まあ、大きなその小売りの厳しい時代を迎えてくるんですけども、まあ、その時に
全てをこう入れ替えて、はい、まあ、今お店とか拝見してるとね、はい、非常に順調で成長してるって感じがしますけれどもね、はい、実際にはでしょ、やり始めてしばらくして相当厳しい状況ってあったんでしょ、はい、そうですね、海外ブランドを入れて、成長させることには成功したんですけど、当時25歳だったんですけど、17、18億ぐらいまで売り上げを伸ばすことができたんですけど、まあ、ある日突然こうガラッと時代が変わってですね、まあ、実はその前にそれはすごく自分の中で不安に思ってたことが、まあ、ある意味そういった消費税が変わったことによって、まあ、全てが表面化されたっていう、はい、ことなんですけど、はい、その時って、はい、まあ、負債って言いますかね、いろんなものを膨らむわけですよね、はい、どの程度っていう数字はよろしいですかね、確か全て合わせると4億7、8000万ぐらいですかね、その時の気持ちってどんな感じなんですか、はい、潰れるとも思ってないですから、ですけども、その周りからすると、もう潰れてもおかしくないというふうな状況、あの会社はこういう風だねっていうイメージになってますよね、はい、若かったですし、そういう意味では、まあ、潰れるんではないかなと、で皆さんには言われて、まあ、金融機関の方も、はい、まあ、金融機関一番最初ですよ、はい、それはね、まあ、手のひらを変えるっていうのはこういうことなんだっていう、まあ、そういう、まあ、でも最終的に自分が思うことはやはり経営者として自分の未熟さであったりとかっていうことで、金融機関の方が手のひらを変えるんですけども、でもそれを作った原因は自分にあるんだということで、またこう自分で戻れたんでよかった、やっぱり僕を信用してくれて、そのまだ26、7とか8ぐらいで4億数千万のお金を貸していただけるというのはやはり信頼をしていただいた、それに対して僕がその信頼をまあ裏切った形なので、その時に2つ選択肢がありましてですね、1つはある方にはもうとにかく自己破産しようと、でもう一方はその、人として生きてきて、人に迷惑をかけて、そのままゼロに戻るってことっていうのはありえないですよと、僕を信頼をしてその融資をしてくれた人たちは傷がいくし、もしかするとそれが引き金になって、その人の人生を全て変えるかもしれないですよっていうようなことを言われまして、それでどういう決意されたんですか。もう僕は潰すつもりもなかったですし、その一人一人に対してやはり誠意を持ってやっていくんだということで、まあとにかく頭を下げまして、お金返しますんで、ちょっと時間くださいと、いわゆるここで蘇るんだっていうなんかヒントみたいなことあったんですか。はい、もうゼロになるなったし、はい、まあ、もっと言うとマイナスなんで、これから自分が本当にその好きだと思うこと、もしくは自分がこれは正しいと思うことに、をやっていこうと思ったんですけど、だけど逆にこう追い込まれることによって、はい、ある種今まで見えてなかったものがね、はい、こうはっきり見えてきたというところもあるわけですよね、はいはい、見えましたし、まあ、とにかく仕事が楽しくなりましたですね、はい、そしてブランドビジネスでやっぱり重視している部分っていうのはあると思うんですけど、はい、良い商品とか、良い人とか、良い場所、良い宣伝というこの4つを、とにかくその妥協しないように、海外のブランドを入れている時は少しずつこう妥協を迫られたんですね、もっと一緒に作ってもらいたいんですけど、言うんですけどなかなか聞いてもらえなかったり、っていうようなこともあったんで、とにかく自分でやるからには、このブランドに関してはもうとにかく妥協しない、この4つに関して妥協しないっていうふうに決めることもできましたんで、そういう意味でもまあ失敗があったんでよかったなという、はい、そして最初のキーワードでね、はい、アジア進出とおっしゃった、はい、これは具体的にはどういうような方向性なんですか。まあ、我々世界ブランドということでやっているので、まずニューヨークからお店を出してるんですけども、2006年にニューヨークにお店を出して、そして2008年に実は今度西海岸にお店を出して、そこからロンドン、パリという形で、そこからアジアへという戦略だったんですけど、まあ2008年のリーマンショックを受けて、いわゆるその世界的なその都市のですね、ブランドのブランディングのピラミッドがあるんですけど、
まあ、これがガラリとこう崩壊をして、どちらかというと今こうフルフラットになったと、まあ、これを受けて、いわゆる欧米戦略からアジア戦略へグッドシフトを変えたと。僕最初にね、はい、サマンサタバサって聞いた時は、はい、アメリカの会社だと思った、はい、それは戦略の一つだったんですか、そういうのは。思いとしては、うん、そのアメリカのブランドであるかフランスのブランドであるか、日本のブランドであるかっていうことは関係ないですよね、と、っていうコンセプトだったので、あの、あえて日本のブランドとも言いませんでしたし、あえてアメリカのブランドですよっていう、まあ、そのことも言ってませんでしたし、ただどこのブランドとして見えるかというのがすごく重要で、それは何を目指しているのかということが重要なのかなというふうに、はい。そしてこのアジア市場、アジア市場といえば当然中国ですよね、はいはい、この中国でビジネスをやっていく、まあ、香港からこう入っていかないということでしょうけれども、はい、まあ、あの実は香港から行く予定だったんですけど、まあ、ちょっとパートナーとの問題もありまして、あの1号店は上海になってしまったんですけども、そうなんですか、はい、これ中国でやっぱりビジネスをするっていうのはいろんな話僕も伺ってますけど、難しい部分は結構あるでしょ、はい、そうですね、はいはい、具体的にはどういうところが今難しいですか。実はいろんな企業の方々から、実はその2005年ぐらいからですね、パートナーを一緒にやりたいっていうオファーをいただいてたんですけど、あのずっとお断りをしていて、まあ2008年でパートナーを見つけてジョイントベンチャーを始めたんですけど、まあ会社さんおっしゃるようにやっぱりその信頼できるパートナーっていう、これを探すのが一番あの難しい。どの辺がポイントになってます、あれこいつは信頼できるなっていうのと、これ危ないなっていう、そのパートナーの周りの人たち、あ、まあ、お付き合いされてる、例えば日本の、友人の人たちとか、まあ、いろんな人たちをまず見て、でそこでまあ信頼できる方ということで、あの実は契約したんですけど、ただ信頼だけではですねなかなかうまくいかないということで、あの実はあのつい先日ですけども、ジョイントベンチャーを解消しましてですね、あ、そうなんですか、自分たちでやろうということになりました、うん、じゃあ寺田さんがもうそのまま乗り込んでいくような感じですか、うん、実際的には、はい、うん、もうあの香港の方にもあの、うん、住まいを構えてます、うん、はい、じゃあもう向こうに住みながら、はい、もう向こうにこう定着するような感じでやっていくっていう意味ですか。今年の1月ぐらいに、うん、あの社員の方に言っていたのは、はい、まあ、週に5日間香港、うん、でそこから香港ベースで上海とか北京とか、はい、シンガポールとかっていうこと で、うん、で週の2日間を日本でっていう、まあ、そういうプランで、うん、はい、今いるんですけども、うん、まさにこうグローバルビジネスマンっていうふうに、ね、はい、なりつつ、はい、あるなって感じしますね。なりたいなと思ってますけども、うん、はい、だから中国でやっぱり物を売るためには宣伝とか広報とかやらなきゃいけないんですよね、はいはい、そういうのはやっぱり特別の戦略っていうのは考えてらっしゃるんですか。あのその前にシンガポールであるとか、台湾とかっていうのは実はもうお店オープンをしてまして、うん、でそちらの方はどちらかというと、まあ、サマンサ流 の、 そのマーケティングというか、まあ、いろんなものをやってて、で中国に関しては、まあ、いろんなその海外のブランドの、うん、社長さんであるとか、はい、そういった方々といろいろと話をしてですね、最終的にはやはりそのサマンサタバサの強みっていうものは何なのかと、うん、はい、でそれをその中国でもやるべきだという、うん、まあ、あのアドバイスをたくさんいただいたので、あの実際はですね、まあ、自分たちなりのまたあの、まあ、派手なパフォーマンスをですね、はい、上海でもオープニングはやらせていただいて、非常に多くのお客様にあのご来店いただいて、あ、じゃあ出足はいいと、あの相当いい出足を、はい、リーダーが決断した次なる変革、そのキーワードとは、ブランドなんですけれども、ブランドの数値化プロジェクトということ、はい、独自の戦略でアジア進出を目指すサマンサタバサ、さらにブランド力をつけるための数値化プロジェクトとは。リーダー&イノベーション賢者の選択、今回お招きしておりますゲストは、若い女性に大人気のファッションブランドを展開するサマンサタバサジャパンリミテッド代表取締役社長の寺田和正さんです。まあ、先ほどの
中国への本格的な進出ってお話伺いましたけども、やっぱり具体的にいろいろな問題は あると思うんですね、一番大変だったこととか、なんかこんなことで困ったっていうエピソードというのはおありですかね、進出にあたっても、例えば場所選びなんですけども、とにかくその今世界からもう、例えば韓国とかもそうなんですけど、マレーシアとかもういろんなところから、もちろんヨーロッパもそうです、アメリカいっぱい来てるんで、もう場所の取り合いのようになっていまして、そうなりますよね、で我々その良い商品、良い場所、良い宣伝、良い人っていうことなので、これを妥協したくないと、で、まずパートナーからはですね、こう寺田すごいいい場所で来たんで、見に来いって言われてですね、行くとこれどうなのっていうような場所なんですね。でもちろん家賃の問題だとかいろんなことあるんだと思うんですけども、いやちょっとサマンサはそうじゃないですよね、と、これ香港だとこういうとこ、上海だとこういうところっていう話をしていて、一等地のところに出したわけですよね、当然ね、そのために我々表参道にもお店を出してますし、銀座にも出していて、でそれを見て彼らはやりたいと、で分かったと、でまた1ヶ月ぐらい後にいいとこで行ったんですぐ飛んできてくれって言われるんですけど、またなんかこうそこじゃないんじゃない人は多いんだけれども、ちょっとこうアメ横的な、やっぱ感覚が違うんですね、でそこではないですよねっていうことをこうずっと重ねて、で3回目にまた言われて行った時にですね、またそんなとこだとちょっと待ってくださいと、最初のその4つのコンセプトの妥協しちゃうと難しいんでって話をしたら、いくつか言われたんですが、例えばサマンサタバサは日本では売れてるかもしれないけども、その中国ではまだどうなるか分からない、なのでエントリーとしては別にベストじゃなくていいんじゃないかとっていう意見も、合理的っちゃ合理的な発想なんですね、先生おっしゃる通り合理的なんですけど、家賃も安いよという、だけどもそうじゃないですよねと、でもう一つは香港というのは特に中国、上海、北京もそうなんですけど、とにかく世界中が集まってきていて、場所を取るのは非常に難しいと、でそんなところでその寺田は場所がいいところ空いたぞと、来てくれと言っても2週間かかると、2週間の間にいい場所っていうのは取られちゃうんだと、まあでも僕2週間後来たんだけどその場所は取られてませんよねみたいな、それって需要がないんじゃないのっていう、まあ少しちょっとこう矛盾もあるんですが、なんかそういうようなことを僕は言われて、それぐらい目まぐるしいんだと、アジア その成長はって言われた時に、で僕はその時にそのだったら僕はじゃあ香港に住めばいいのかねっていう、自分の目でちゃんとやれるし、っていう話をしたんですけども、先ほどおっしゃったようにもうとにかく世界各国から今中国市場へ向けてね、そんな年率 8% 10% で成長してるわけですから来てると、そうするとブランド間での競争ってのもすごく激しくなってますよね、激しいですね、この辺はどういうふうにご覧ですか、その中でこう生き延びなきゃいけないわけでしょ、そうですね、ですからやはりオリジナリティのあるその商品戦略であり、オリジナリティのある宣伝戦略、そしてやはりそのロイヤリティの高い販売スタッフ、こういったものをしっかりとこうプレ善をしながら、それをしっかりとこう確立していけば、場所というのは自然的に僕は生まれるんではないかなっていう戦略のもと、各国へ回ってやってるんですけども、具体的な出店計画っていうのはこう何年までに何点をこことここに出すみたいなのってのあるんですか、実はリーマンショック以降ですね、アジア戦略ということで、一国一国やっていくではちょっとあまりこうインパクトないなってことで、一気にバンと行こうっていうのが実はテーマでして、ですからシンガポール、今度は今月8月の31日にオープンしますけども、韓国第1号店があって、もう各地域でとにかく出店をどんどん加速させていこうということで、香港9月が今度は北京、上海も今、上海今1店舗なんですけど、1、2年の間にはですね、これ10店舗ぐらいまで持っていこうと思ってますし、北京も、1号店がもう決まって9月の終わりにオープンするんですけども、もうすでに2号店3号店のオファーをいただいてますから、そういった形でこの3年から5年のスパンでですね、
最低まあ3桁のお店は出していこうということで今動いてます、まあ、今中国はねやっぱりお金持ちは北京にいるんです ね、 ですね実は、はい、だからやっぱり北京での展開っていうのはすごく大事ですよね、はいはい、上海は華やかに見えるんだけど、はい、その財力的にはやっぱり北京なんですよね。北京もあの本当にあの本当に北京の中の一番いい、うん、あの百貨店さんといいますか商業施設 の、ね、あの日本ブランドで初めて1階をいただくことができましたの で、まあ、これもかなりインパクトのあるお店を作れるんではないかなと思います。中国で最大のそうするとブランドのライバルっていうとどこなんですか。ブランド名でいうとコーチさんとかアニエスベイさんとか、まあ、こういったところのいわゆるそのアフォーダブルと言われているところが我々のライバルというふうに、はい。それともう一つねやっぱり中国ですごくその気になる部分っていうのは、はい、やはり中国で の、 その支払いですよね、はい、そういうものをどうやってきちんと管理するのかね。よく物は売れるんだけれども、はい、お金が回収できないとか、はい、それから人民元で入ってきますよね、はいはい、これをどういうふうにじゃあ管理するのかっていうのが最大の問題だと思うんですけど、その辺はどうなさってますか、はい、そうですね、まあ、基本的には我々日本企業ですんで、うん、まあ、いかにその中国で稼いで、うん、でそれを日本に持ってくるかと、まあ、これが一つのテーマ、はい、ですので、まあ、このあたりはいわゆるその現地法人、まあ、上海とか北京とか香港だとか、まあ、シンガポールにもありますけども、まあ、いろんなものをこう知恵をと工夫をうまく合わせてですねやっていきたいなというふうに思っています。さて先ほどあのキーワードで、ブランドの数値化っていう言葉を出されましたよね、はいはい、こうなんか聞いてねブランドの数値化、はい、あそうかなと思うけど、はい、じゃあ具体的にどういうことなのってのは分からないんですけど、これはどういう意味なんですか、はい、ブランドの数値化っていうのは。ブランドビジネスの数値化っていうことなんですが、実は2005年に我々上場したんですけれども、はい、その時のコンセプトはブランドというのは数値化できないと、うんうん、そのものはね、はい、ブランドビジネスを数値化するのは非常に難しくて、例えばウキウキとかワクワク、うん、ウキウキ100点このウキウキは100点でこのワクワクは50点とかって点数つけれないので、なかなか数値化するのは難しいと、っていうことをずっと言ってきたんですけれども、今はそういったもののこう組み合わせにおいて全てをこうどうやれば数値化できるのかという、まあ、例えば雑誌で特集を組んでいただけるとすると、はいはい、その雑誌の特集の組み方一つを取ってですね、まあ数値化できないかっていうような、あ何ページ使われてるとか、はい、そうですね、何ページとか、例えばモデルの誰かだとか、例えば前の方だとか、うんうんうん、そういうことの、確かにありますよね、はい、全てその一人一人がその4つのキーワードで働いてるんですけども、うん、そのキーワードの中で働いてる方々が全て、うん、何かこう数値化されるとそれが勇気に変わるのかなと、まあそんな。リーダーにとってのビジネスの原点、大切な思い出、賢者のオリジン。番組ではですね、企業のトップとして活躍している皆様のビジネスの原点を象徴する思い出の品物をご持参いただいてるんですが、はい、寺田社長は今日は何を、はい、ちょっと変わってるんですけど、はい、まあ、私のビジネス原点というと、はい、まあ、この立派ないですね、はい、肖像画。こちらの方はどなたなんでしょうか。うちの祖父なんですが、はい、僕はあの会社を作りたいなっていうふうに思った原点が、はい、実はこの祖父の肖像画で、はい、でもこの要するに肖像画を見てね、はい、そうだ、はい、僕は仕事をやろうってそういうわけじゃないでしょ。いや、そう思ってました。そう思ってたんですか。なんかこう、はい、きっかけっていうのはどういうところなんですか。まあ、父が会社を、まあ父が祖父が早く死んで、うん、まあ、父がその後を継いでいくんですけど、はい、まあ、それをリアルでその見てまして、うん、まあ、父はかっこいいなと思いながら、うん、でも寝る時は おばあちゃんの部屋で、うん、でおばあちゃんをこう見ながらですね、あなたのおじいちゃんはすごかったのよっていうことをもうずっと言われてたんですね、うん、幼稚園生とか小学校3年ぐらいだったと思うんですけど、はいはい、もう鮮明に覚えてますね。会社を大きくするときに機械を買うことになったんだけど、うんうん、みたいな話とか、それ小学生なんですけど、はい、うちのおじいちゃんはすごかったんだな、男は勝負するときは勝負しなきゃいけないんだみたいなそのあたりね、はい、どんなお仕事なさったんですか。あの
まあ、あの実家であの鉄鋼業をやってまして、加工業なんですけども、本当にあの当時は僕はあの広島というところなんですけども、そこでは会社をすごく大きくしたっていう話を僕はずっと聞いていて、あの祖父のようになって父の会社を継いでっていう気持ちで、まあ本当に幼稚園小学生の頃はあのそう思っていましたので、自分は社長になるんだっていう強い思いはもうこの頃から思ってました。素晴らしいね、これ A1 枚からそういう思いが起きてきたっていう、あの仕事についてあの悩んだりとか、いろんなことがあるときは、まあ、あの会ったことないんですけど、あの話を聞いてもらうんですね。そうですね、素晴らしいお話ですよね。リーダーが決断した次なる変革、そのキーワードとは。これからはですね、とにかくあの我々今ブランドなどで、まあ、日本全体を元気にしたいという思いから、会社をですね、日本一楽しい会社にするっていうことを今、我々としては変革の一番に持ってきてます、日本初の世界ブランドを目指すサマンサタバコ、寺田が構築しようとする日本一楽しい会社、その全容とは。リーダー&イノベーション賢者の選択、今回お招きしておりますゲストは、若い女性に大人気のファッションブランドを展開しますサマンサタバサジャパンリミテッド代表取締役社長の寺田和正さんです。さて、あの3つ目のキーワードとして、日本一楽しい会社、これを作りたい、具体的にはどういうことなんですか。あの社員がいつもニコ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 してるっていう感じですか。そうですね、あの、そうです、あの、まあ、あの会社僕も4人から始めて、まあ、人がどんどん増えて、で、まあ、本当に楽しくて、まあ、楽しくて楽しくてしょうがなかったんですけど、やっぱり人数増えてくると、その何が楽しいのかっていうことをやっぱりこう 語らないと、なかなかこう、なんていうんですかね、こう一つになれないので、コミュニケーションがね、うまく取れなくなってきますからね、でそういう意味で言うと、やっぱり原点としては僕は、あの仕事は楽しくなければ、あのダメだというふうに思っていたので、まあ、それを大きく掲げてですね、まあ、日本一楽しい会社を作ろうということを今言っていてですね、まあ、それに向けていろんなことをやってるんですけど、そのいろんなことっていうのは具体的には、例えばこういうことをやったっていうのはあるんですか、あるいはこういうことをやろうっていう、まあ、例えば、あの社員旅行とかですね、すごくなんか古臭い感じするんですけど、まあ、それを今年はもう全社員で千何百人いるんですけど、もうみんなでやろうっていうようなこととかですね、まあ、あの仕事もそうなんですけど、まあ、遊ぶ時も一緒にその遊ぼうと、今年実は僕なので社員旅行8回あるんですよ。うわ、あ、そうか、それだけの人数1回でってわけにいかないですよね。そうなんですよ、お店空いているので、それはあのお店が空いてない、あのお店が空いてますから、スタッフのシフトによってですね、社員旅行、それ主にどういうとこ行かないですか。海であるとか、山であるとか、あの先日で終わったのは、みんなでですね、みなかみの方に行って、まあ、1日はちょっと勉強会するんですけど、で、まあ、会社を楽しくするためにはこういうふうにやろうっていうようなことをやって、その後は大宴会をやって、その時は300人弱かな、で温泉行くんですけど、全員もう女性ですから、ほぼ、全員ほぼ、本当ね、すごいですよ、もう僕は自分で見てても、はっ、て、それってでも疲れるでしょ。あの、まあ、テレビ回っているので疲れませんって言うんですけど、先ほど女性が多いとおっしゃってましたけども、あの社員の皆さんの女性の方が占める割合が約9割、もう少しありますね、95% とか、95% 女性が占めている、それって100人いたら95人女性でしょ。そうです、そうですよね、すごい話だな、これは自然と女性の方が集まってくるんですか、この会社に、それともまた違う戦略とかがあるんでしょうか。そうですね、まあ、やっぱり女性、がやはり我々お客様ですし、あのやはりその女性がその生き生きと、そしてまあ世界を目指して、で、自分のやりがいがあって、でプライドが持てて、そしてまあお給料もいいような会社を作りたいっていうことで、だけどどうなんですか、経営者としてそれだけ女性社員の多い企業をね、こううまく動かしていくっていうのは、やっぱり
その男性中心の企業とは違う部分で気をつけなきゃいけないところってあるんですか。そうですね、やっぱりいわゆる群れを作らないようにしてもらうとか、あと不平不満を言わないとかですね、ちっちゃい声で喋らないとかですね細かいんですよ。やっぱり例えばこう喋っていて、まあ昨日のカニあんまり美味しくなかったよねみたいな話をしていて、カニセさんがこう通って、カニでなんとかって言われて、なんだか今なんかちょっとなんか悪口言ってんじゃないかなみたいな、なのでもうとにかく大きな声で喋っていくっていうような、まあ本当に細かいんですけども、そういうことにはすごく意識をしてますし、まあそういった悪口とか陰口を喋らないようにっていうことは心がけてますけども、まあしかしね、それだけの大きな人がたくさんいる企業をやっぱりこう牽引されてるリーダーなわけですからね、やっぱりリーダーとしてこういうことは必要なんだっていう思いは終わりだと思うんですね、はい、その辺のところをちょっとお聞かせいただきたいんですけど、はい、リーダーで一番大事なことはやはり責任を取るっていうことだと思います。で、責任を取るっていうことはそのよく責任を取って辞めるってよくあるんですけど、はいはい、責任を取るっていうことはもう必ず成功させると、その成功させること、まあ、それが責任の取り方だというふうに思っていて、それのためには、まあ、どんなことでもやっていくということだと思います、はい、あとよくそのブレない信念ということもおっしゃる方多いんですけども、はい、やっぱりそういうものも重要なんでしょうかね。もちろんコロコロ変わらないで、これをやるんだと決めたら、それをとにかく成功に導く、まあ、責任感、だと思いますね。それと日本の場合はやはり東日本大震災、はい、3月11日、はい、あれ一つの大きな転換点になっているような気がするんですけど、はい、寺田さんはそのあたりどういうふうに受け止められてますか。そうですね、まさにですね、大きな転換期を迎えたなと。で、実は僕が会社を、まあ、潰れそうになった時も、現実問題としてそこに会社の転換期があったんですけども、はい、で実はその前にですね、さまざまなその不安といいますか、これは間違ってるんではないかとか、こういうことをやっていてはダメなんではないかということを、こう不安というものにこう包まれて、まあ進んでいくんですけど、そういう意味で言うと、その3月11日がまあ世の中の不安というものの本質的な部分っていうんですかね、ここをこう浮き彫りにしたような気がしますですね、はい、寺田さんのビジネスに対する姿勢っていうのもやはり何らかの影響っていうのは受けてますか、こういうことで。そうですね、やはり一番大事なものは何なのかと、でいろんなその大事なものから派生をして、そして戦略がこう加わっていくんですけども、例えば今で言うとアジア戦略ということも言っているんですけれども、なぜアジア戦略なのかということの原点を見つめ直すすごくいいその意味でですね、機会になりましたですね、はい、やっぱり今その日本がねどうしてもこううつむき加減になっている、はいはい、そういう時に本当に何が必要なのかっていうのを今日お話伺っててね、本当に感じるところありましたよね、はい、やっぱり世界に通じる日本のブランドをぜひ作っていただきたいと思います、はいはいはい、ありがとうございました。